皆さんこんにちは、大場先生の小太郎です。はい、助手のヒューゴです。ヒューゴ、はい、今日はマイクロプラスチック、これを使ったちょっと面白い企画をやりたいと思います。はい、これ、はい、なんだと思う？覗いてごらんよ。あ、これすごいっすね。ちょっと俺もまだ見てないじゃん。万華鏡です。はい、万華鏡を、はい、この海にあったプラスチックたち、まあ、こっち側は細かいマイクロプラスチック、5ミリ以下のプラスチック辺だね。これを使ってちょっと作っていこうと思います。まあ、これなんでやろうかって思ったのかというと、はいはい、世の中では今春休みに、はい、まあ、入っていると思います。家で、まあ、ゆっくり作って楽しめる、まあ、ものがあればいいなということで、家にあるものとかで手軽にできるっていうことなので、うん、ご興味あれば作ってもらえたらと思いますね。はい、私もあの作ったことないので、そうですね。ちょっと今日プロに入ってもらおう。あ、これを。はい。はい、それでは、今日教えていただく先生をお呼びしたいと思います。はい。西武 3R ステーションの谷さんです。どうも、西武 3R ステーション谷です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。もうね、僕らがこうやって取ってきたこのマイクロプラスチックがまた新しい命に変わるということで、いつもこれうちではトイレットペーパーを使ってたことで、子供にリサイクル工作としてやってるものをマイクロプラスチックと合わせるとどうなるでしょうという。で、必要なものがもうここにも入れて、そう、なんかもうキットになってる、キットになってる。すごいすごいですね、これ、はい、でかじゃあまずは必要なものというか使うものなんですが、これちょっと教えてもらってもいいですか。はい、まずトイレットペーパーが、これ普通こうなってますけど、トイレットペーパーの芯、これを1センチで1回ここでこうカッターから切ってもらって、こういう方に2つ切ってもらうのが1つと、厚紙を3センチかけ10センチにしたやつを3つ、これにこういう100均とかで売ってるアルミ、キラキラしたアルミテープをベチャッと貼り付けたもの、これが1つ、それが、まあ、鏡の感じですね。あとはこの覗き窓という黒の画用紙を、切ったやつですね。じゃあこの芯の大きさに合わせてぐるっとやればいいと思います。丸があって、で、そうそうそう、そこの周りをこう包めるぐらいのですね感じで、ここ周りに切り込みがいっぱいある。最後にこうギュッとかぶせるので切り込みを入れると、あとこのスポンジ、ミルクというこういうスポンジをちょっと細かく切ったやつを3つ、透明のビニール、ちょっとこの白色のかかった透けて見えないような感じのビニール、はい、これを10センチ10センチの正方形で2枚、それぞれ1枚ずつ、はい、と、あとはマイクロプラスチック、そうですね、はい、よろしくお願いします。以上が、はい、これの作るデザインですね。そうですね、はい、私 あまり計算した費用じゃないですね、ちょっと大きいやつだったらもっとやれるかなと、まあ、前回の紙すきを見てもらって参考に。作っていきますか。はい、まずこの、はい、これをキラキラが内側になるように、はい、で三角、はい、刺してセロテープでここを2箇所ほど切ってます。いや、もう分かる。出来上がりイメージがあるよ。これをこの中に、あ、この中に、そうです、そうです、ちょっと空いてるこの隙間にこのスポンジを動か、これ動かなくなるんです。3箇所にここね、ここにこんな風に、そしたらここは両面テープをね、縁につけてもらって、これをで、ここに透明の方のさっきの四角いやつを上に乗せてもらって、こう手で、そうですね、綺麗に
完成に近づいてきましたね。見えてきました。うん、できた。次はね、今度こっち、ちっちゃい方の。あ、こっちですね。これ何、これ何に使うんやろと思ったんだ。これをまた両面テープを剥がしてもらって、あ、これにも両面テープが真ん中ら辺に置いてもらって、これもさっきと一緒で引っ張りながらなると。そうですね、まあ、ちょっとだいたいピンとなれば大丈夫。この中に、はい、入れます。これ多分好みの、あ、これで今日は好み。そうですね。で、今度この透明の方、こっちとここが上から合体。周りは外に出るように。はい、そしたらこの2つくっついてる部分にセロテープで一周ぐるっとこの2つを合体させます。ちょっとこれも見よう。あー、そういう感じですね。そうです、そうです。ぐるっと一周この2つを、それから今度はこの上の部分のラインテープを剥がしてもらって、そして、この黒の覗き窓、これを上からかぶせます。真ん中に行く。これね、これ、ここきちっと切っておくと、めちゃやりやすいですね。うん、基本的にはもうこれで、完成ですけど、ちょっとこのままじゃ見た目が寂しいので、色がね。はい、こういう余ってる布こんな素敵なおしゃれなやつまで準備してもらったんですか。そう、え、まとえる。これすごいなと思ったのが、糊とかを使わないのでテープだけでやるん で終わったらすぐにこう遊べるというか、なんかこう乾き待ちとかがないっていうのがすごいで、コツは横にせずにこのままコロコロで。そうですね、コロコロでやると大変やりやすいと思います。本当にめっちゃやりやすい。完成です。はい、完成です。はい、どんな状態かなのか。はい、お、すごい。があるんですけど、円と三角の間に全部溜まってて、ああそうだそうだ、これだから、これちょっと映るかな、これちょっと、これみんなあのポイントとしてはね、あれだね、あの半分が埋まるぐらい、そうね、もうちょっと入れた方がいい、半分が埋まるぐらい入れると、うわこれすごいな、これこれ映る。かもしれない。やっぱりいろんな色を使った方が多分綺麗だね。ね、めちゃ簡単。はい、ただね、その簡単な裏側には、はい、セーブスリアルステーションさんが、はい、そうですね。うん、そういう背景がありますので。はい、というわけでどうでしたか、作ってみて。いや、量。量、うん、この量によるんだなっていう、ちょっと大人ぶって控えめに入れた自分を食いた。そうです、結構量多めにこっち入れたけど、うん、もっともっと入れてもいいんじゃないかなっていうぐらい良かったですね。うんうん、三角形の間に入ったりするので、ここがポイントだね。そうですね、まあ、今回マイクロプラスチックの活用っていうのでちょっとこれやってみたんですけど、まあ、それプラス何か、例えば色紙をこう切って入れてみるとかもいいですかね。いいと思います。他にもあるんですか。これ普段うちでやってるのはこういうなんか透明のフィルムとかビーズとかもない。もしね、近くに海がなくてちょっと拾いに行くのも難しいなっていう人とかは、こういう透明のフィルムとかビーズ、はいはい、それで作ると、これが作ると
おお、確かにまたちょっと違う感じになる、うん、なんかメルヘンになる、うん、けど、うん、いや、私なんかこっちもそうですけど、僕、うん、この皿この皿、ちょっと見てくださいよ、いや、紙でいや、こっちの方がすごくないと思って、うん、まあそうですね、いろんなもの入れて試してもらったら、うん、いいのかなって。そうやね、次回はこれの作り方教えてもらえる。いやー、ほんと、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。みんなが集まれるようなね、時期も近づいてきていると思うので、そうなってきたらね、みんなでこのスリアルステーションで、この万華鏡作りワークショップをやりたいと思います。お、いいですね。いかがでしたか今回。マイクロプラスチックの活用だったり、トイレットペーパーの芯とかその布の切れ端で、家にあるもう残り物というかそういったものでを使って万華鏡を作れました。なので、皆さんも春休みとかお時間がある際はぜひ作ってみていただけたらと思います。はい、何ですか、なんかもう喋るところねえなと思ってそういう感じになっちゃってるけど、はいはい、もうまた次回もですね、マイクロプラスチックとかの活用とか何か新しい活用法があったらまたご紹介できたらと思いますので、ぜひぜひ次回の動画もお楽しみに待ってください。はい、ぜひね、作ったよとかコメントもらえたら嬉しいです。うん、はい、とりあえず楽しくね、あ、そうですね、遊んでください。では皆さん、バイバーイ。皆さんもありがとう。